ありがとうございました。俺の名前は平山サイト。恋愛経験がほとんどない27歳の陰キャだ。2年前から洋菓子店を経営している。この店は元は祖父がやっていた喫茶店を引き継いだもの。早く来てくれないかな。そんな俺の楽しみはというと、とあるお客さんの来店を待つことだ。いらっしゃいませ。こんにちは。今日も来ちゃいました。お待ちしておりました。こちらの女性は森口ほのかさん。店を始めた時からずっと通ってくれている大切な常連客だ。彼女こそが俺の憧れの待ち人なのだが。やっぱりこのお店素敵な雰囲気だよね。ねえママ、中はイチゴが乗ったケーキがいい。それはいいけど、お店の中では静かにね。はい、ナコいい子にする。もうナコ、お口にクリームついてる。取って。ほのかさん、今日もやっぱり綺麗だな。いけないことと知りつつも、俺は人妻である彼女にずっと密かな恋心を抱いている。サイトさん、今いいですか？はい、何でしょうか？今日のケーキもとっても美味しかったです。ありがとうございます。いつもこうして感想を伝えてくれるんだよな。店を続けてこられたのは彼女のおかげと言っても過言じゃない。これまでこの笑顔にどれだけ助けられてきたことか。私の顔何かついてます？いえ、別に。ドーン。わっ。マスターのケーキ、ナコも美味しかった。ちょっとナコ、ダメでしょ、そんなことしちゃ。なあ、俺なら別に平気ですから。ナコ、マスターが作るケーキ大好き。ありがとうな。そう言ってもらえると嬉しいよ。この子はナコちゃん。見ての通り、ほのかさんのお子さんだ。何度も店に来てくれてるので、こうして俺にも懐いてくれている。あのね、マスター、あのね。どうした？ママもね、お家でケーキ作ってくれるんだけどね。へえ、そうなんだ。全然美味しくないの。え？ちょっとナコ、何もサイトさんにそんなこと。ねえ、どうやったらママのケーキ美味しくなる？どうしたらいいんだろうな。もうやだ、恥ずかしい。へえ、ほのかさんもこんな顔するんだな。なんか意外かも。それじゃあ俺たちは車で待ってるな。うん、わかった。じゃあね、マスター。どうもありがとうございました。それじゃあお会計はこちらで。はい、ちょうどですね。お預かりします。サイトさん、少しよろしいですか？実はご相談があるんですけど。相談？一体何でしょう？そのですね、うちの子は来月が誕生日でして、手作りのバースデーケーキを準備したいと思ってるんですけど、その…もしかしてうまくいっていないとか？そうなんです。私、実は少しだけ不器用で、よかったら美味しいケーキの焼き方を教えてくれませんか？大丈夫ですよ。俺でよければ喜んで。本当ですか？ぜひよろしくお願いします。はい、任せてください。休みの日には店の厨房を使ってお菓子教室を開いたりもしている。といってもあくまで希望者がいればの話だが。どこかおかしいところはありませんか？まさか憧れの人が希望者で来るなんて。ほのかさんのエプロン姿、破壊力がやべえ。こうして二人きりのお菓子作りが始まった。しかし。小麦粉が爆発しました。すぐに拭くものを持ってきます。いや、クリーム飛んじゃって服がベタベタ。けど美味しい。舐めないで、また拭くもの持ってきますから。ほのかさんは少しどころかめちゃくちゃ不器用だった。やっぱり難しいです。サイトさんはすごくお上手なんですね。落ち着け俺、相手は人妻、相手は人妻。何度やってもスポンジがうまく膨らまない。一方、俺の煩悩は膨らみっぱなしだ。
それでも2週間も過ぎる頃にはそれなりのものは作れるようになった。けどその味はというと、やっぱり美味しくない。どうしてサイトさんみたいに作れないんでしょう。ほのかさん、そんなに落ち込まないでください。きっと次は上手に作れますよ。あ、なあ、すいません、つい癖で。俺、年が離れた妹が二人いて、昔はいつもこうやってたから、それで。そういうことでしたら、もっと慰めてください。でも。早く、お願いします。大丈夫ですよ。ケーキ作りなんて、最初はみんな失敗するもんです。俺でよかったら何度だって教えますから、ね。サイトさん、私、サイトさんが先生でよかったです。恐縮です。かわいい。でもダメだ、相手は人妻、相手は人妻。そしてケーキ作りを始めてから一月後、無事にナコちゃんのバースデーケーキは完成を迎えた。やったー、会心の出来です。ええ、これならきっとナコちゃんも大喜びですよ。待ちに待ったナコちゃんの誕生日、店を貸し切りにしてお誕生日会を開くことになった。ところがご主人の姿が見当たらない。ほのかさん、今日は他のご家族は？それが父と母は用事があるみたいで楽しみにしてたんですけど。あれ、なんか会話が噛み合わないな。ほら、ナコ、早く座って。うん。とはいえ、いないのなら仕方がない。ご主人には悪いけど、せっかくだし俺もお祝いさせてもらおう。ハッピーバースデーディアナコちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。ふぅ、ママのお誕生日ケーキすごく美味しい。よかった。ナコちゃん、他にもご馳走あるからな。ありがとうマスター。そして楽しかったお誕生日会も終わり、今回は本当にありがとうございました。いえ、大したことはしてないですから。それでですね、その、お返しってわけじゃないんですけど。はい。サイトさんって、赤ちゃんお好きですか？はい。よかったらその、一緒に赤ちゃん、どうでしょう？この人は急に何を言ってるんだ！その次の週末、俺は動物園を訪れていた。どうしよう、つい来てしまった。俺は意志の弱い人間です。けど、どうして待ち合わせ場所が動物園なんだ？マスター、どう？あと、ナコちゃん。マスター、甘い匂いがするから好き。あれ、ナコちゃんがここにいるってことは。こら、ナコ、急に走って行ったらダメじゃない。あ、どうも、こんにちは。サイトさん、今日は来てくれてありがとうございます。いえ、それより今日は一体。赤ちゃん、ライオンの赤ちゃん生まれたの、ナコすっごく楽しみにしてたの。なのでサイトさんもぜひお誘いしようと。なるほど、そうだったんですね。で、紛らわしすぎる。でも待てよ、これって動物園デートになるんじゃ。だとしたらご主人に悪い。ほら、行きましょう、サイトさん。マスター、早く早く。じゃあ。それからは、三人で楽しく動物園を見て回った。よっぽど動物が好きなのか、ナコちゃんは大喜び。高い！よく見える！ご迷惑じゃないですか。大丈夫ですよ、これくらい。ライオンの赤ちゃんちっちゃいね。かわいいね。本当ね、すごくかわいい。少し罪悪感はあるけど、これは別にデートじゃない。あくまでこの間のお礼のつもりなんだろうな。ねえねえ、あのライオンも家族なのかな。なんだかナコたちみたいだね。え、俺たちが家族？あ、もうこの言葉変なこと言って。え、変じゃないよ。やばい、また顔が熱い。あのライオンもかっこいい。サイトさん。なんでしょうか。ちょっと、お耳失礼しますね。え？
今日はデートしてくれてありがとうございます。デート？私みたいなのが相手だと嫌かもですけど、またデートしてくれますか？今日のこれはデート？また俺がほのかさんとデートする？そんなの、そんな、すいません。デートってことならご一緒できません。え？どうして？やっぱり今日だって俺ここには来るべきじゃなかったんだ。そうですよね。すいません、私では一人で浮かれちゃって、サイトさんのお気持ちも考えずに。いや、俺の方こそすいません。謝らないでください。俺はほのかさんが好きだ。だからこそ家庭を壊すような真似はしたくない。当然だけど、それからほのかさんとは気まずくなった。ママとマスターどうかしたの？もしかして喧嘩？違うわよ、ママたち喧嘩なんてしてないわね。えサイトさん。ええ、別にどうもしないぞ、ナコちゃん。そして閉園時間になったため動物園の出口へ。次からどんな顔してほのかさんと会えばいいんだ。あれ、なんでここにいるの？ん？どうだい、動物園は楽しめたかい？うん、たくさん動物さんがいてすごかった。どうしてご主人が？やばい、ほのかさんと一緒のところを見られた。あれ、まさき、どうしたのよ？いや、たまたま用事があって近くを通りかかったからさ、せっかくだし迎えに来たんだよ。そうなの？なんだか悪いわね。というかさ、今日はせっかくのデートだろ。ナーコは俺が送ってくから、この後は二人きりで楽しみなよ。どうしてそのこと？ナーコから聞いたんだよ。もう、あの子ったら。ナーコ、ママとマスターさんは用事があるみたいだから、俺と一緒に先に帰ってよな。わかった。バイバイマスター。ああ、バイバイ。どういうこと？マジでどういうこと？どうしてご主人怒んないわけ？え、主人？誰のことですか？え、さっきの人、ほのかさんのご主人ですよね。サイトさん、それ本気で言ってます？それってどういう？あの子は、まさきは私の弟ですよ。弟？俺てっきり。すいません、私ご存知なのだとばかり。その後、俺たちは場所を移し、改めて会話をすることにした。その、さっきはすいません。デートはできないとか言っちゃって。俺、ほのかさんは人妻だと思ってたので。いえ、あまり似てないので、夫だと勘違いされても仕方ないですよね。私の方こそ、きちんとお話ししておくべきでした。なので、少し私の話を聞いてもらえますか？サイトさんにはちゃんと知っておいてほしいから。はい。俺も聞かせてもらいたいです。それからほのかさんはご主人のこと、なこちゃんのパパのことを聞かせてくれた。私って未亡人なんです。主人とは学生の頃から付き合っていたんですが、なこが生まれてすぐに病気で他界してしまって。そうだったんですか。誰かを好きになってもまたいなくなってしまうかもって怖くて、ずっと一人でなこを育ててました。けどやっぱり一人で働きながら子育てするのは大変で、もうどうしたらいいかわからなくなってた時に、サイトさんが相談に乗ってくれたんです。はい、よく覚えてます。俺が店を始めてすぐの頃ですよね。ええ。それからはずっと、お店に行けば、いつも笑顔で迎えてくれるあなたのことが気になってました。気がついたら好きになってました。ほのかさんが俺のことを好き？こんな私ですけど、よかったら恋人にしてくれませんか？子持ちの年上女なんてサイトさんにはご迷惑かもしれませんけど。そんなことないです。だって俺ずっと人妻だと思って我慢してきた。これ以上好きになったらいけない人なんだと。けど俺もほのかさんのことずっとずっと好きでした。今、お相手がいないなら、ぜひお願いします。ありがとうございます。とっても嬉しいです。
あのデートから数日が過ぎ、俺は今日もまたとあるお客さんの来店を待っている。いらっしゃいませ。あ、来ちゃいました。マスター、遊びに来た。ナコはイチゴが乗ったやつがいい。はいはい、いつものね。あー、今日もやっぱり綺麗だな。ねえマスター、一緒にケーキ食べようよ。いいけど他のお客さんが来るまでだからな。みんなで食べると美味しいね。ええ、本当にそうね。とっても美味しい。真剣に交際することをナコちゃんにも話したらすごく喜んでくれた。好きって気持ちを諦めなくてよかった。何事も諦めなければ案外うまくいくものなのかもしれない。